度重なる台湾防空識別圏侵入に、台湾もスクランブル発進で対応していますが、中国軍機の防空識別圏侵入頻度がさらに上がってきています。中国軍機の数もまた増えていますし、今回は計11機の侵入を確認しています。防空識別圏侵入の台湾の対応と米国の対応を詳しく見ていきますね。尖閣へも急速に侵入頻度を上げていますし、何かと動きが一段階上がったような動きを見せています。2021年2月20日、台湾政府の発表によれば、中国軍の戦闘機や爆撃機などの合計11機の航空機が、同国南西方面の防空識別圏に侵入したとして、自国の戦闘機をスクランブル発進させたという。11機もの中国軍機が、台湾の防空識別圏内に侵入するのは、従来であれば、極めて異例な事態と受け止められてきたが、この2021年に入り、こうした挑発行動は、1月にも2日間にわたって繰り返されている。防空識別圏内とは、固有の領空の外側にあたる空域であり、各国が独自に定めているものだが、事前に飛行予定を知らせずに、そこへ侵入する航空機に対して警告を行う対応が取られている。これが、いわゆる、迎撃のための戦闘機によるスクランブル発進と呼ばれるもので、防空識別圏侵入から領空侵犯に発展した。場合には武力行使も辞さないと、相手側航空機を牽制するものだ。すでに昨年2020年に台湾側が中国軍機に対して実施したスクランブル発進の回数はその前年である2019年に比べて激増しており、中国の台湾武力侵攻の兆候ではないかと懸念されている。2021年1月に中国軍機が延べ2日にわたって台湾の防空識別圏へ侵入した際には、アメリカでちょうどトランプからバイデン新政権へ移行した直後であり、アメリカの出方を伺った行為と考えられた。共和党のトランプ前政権よりもバイデン新政権は伝統的に中国寄りな民主党であることが危惧されてはいたが、この時の対応からは台湾の支援を今後も継続していく固い意思表示が見られた。これは新型コロナウイルスや香港問題に続いて中国を牽制すると同時に、アメリカとして民主主義の同盟国やそれに準じる国を重要視するという基本政策は変わらないことを内外に示したものだろう。台湾としては2020年にトランプ政権時代に承認を受けていたアメリカからの F-16 戦闘機の最新型である V 型66機の調達を進めているが、この戦力化まで非常に苦しい状態が続くと予想される。これまで大陸の中国と台湾の間には近くて遠い台湾海峡約 100km ほどの距離が、実際に武力侵攻を行うには困難な障害として機能してきたが、このところの中国はそれを克服しつつある。特に海軍艦艇の増強に注力している中国は、アメリカ海軍の強襲揚陸艦並みの規模を持つ大型の075型強襲揚陸艦を複
数隻収益させつつあり、これを中心に台湾への武力侵攻も現実味を帯びてきた。これら075型強襲揚陸艦は、満載排水量が約4万トン前後、全長約240メートル、全幅約36メートルの艦隊に、最大ヘリ30機と大型の、ホバークラフト型上陸用集艇2隻を備え、約1600名の兵を収容可能だ。少なくとも、中国海軍では、この075型強襲揚陸艦の3隻目の建造に着手しており、今年2021年中には1番艦が実戦配備されるものと見られており、台湾への脅威は飛躍的に高まるということができる。また、近年の中国海軍は渤海や黄海、南シナ海などの複数海域で同時に軍事演習を実施できるほどに拡充されており、これは複数の海域、方面での軍事行動実施に向けた布石であるとの見方も出されている。さらに、中国海軍は、遼寧、山東に続く3隻目の航空母艦の建造も進めており、同艦はついにカタパルトを装備し、固定翼機を艦載機として運用できる艦となる見込みで、大幅な打撃力の向上が予想される。ただ、これに対応する艦載戦闘機や母艦の防空能力を高める固定翼の早期警戒機の開発などを全て同時並行で行う必要性があり、すぐにアメリカ海軍並みの空母打撃群の出現までには至らないとも思える。すでに、こうしたカタパルト装備の航空母艦には、中国が独自開発中の第5世代戦闘機である J31 の艦載機使用版が準備中であるとも言われており、早期警戒機の KJ-600 も同様の状態だ。しかも、これまでの中国軍機は、第5世代戦闘機である J20 など戦闘機の機体そのものは、生産できても、最も重要な機関部、エンジンの製造技術に乏しく量産化が進展していないとの見方もあった。だが、この2021年2月には、前述の第5世代戦闘機、J31 などに搭載するエンジンの量産が可能な状態になったと中国メディアが報じており、その面からもさらに戦力を高めてくることはもはや確実だ。台湾同様に、日本も尖閣諸島への中国からの強い圧力を日増しに感じさせられる状況が続いているが、艦艇数、航空機数、ともに単純な数で中国軍を上回ることは、ここに至っては期待できない。そのため、数の不足を質で補うという戦略しか対処方法がない状態だが、幸いにして、アメリカ製の兵器システムに準拠している日本は、その実戦経験に裏打ちされた戦力をなんとか保有できている。075型強襲揚陸艦や航空母艦などの大型艦艇を増強している中国海軍に対抗するには、まず、その接近阻止が大前提となるはずで、そのためには、潜水艦隊と長距離空対艦ミサイルの整備が必須と言えるだろう。